田谷亮君、はい、田谷君、はい、委員長、れいわ新選組の田谷亮です。私も、熱海の土石流の発生現場へ、視察に参加させていただきました。犠牲になられました皆様に、心よりお悔やみを申しますとともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。二度とこのような事態を引き起こさないためにも、今回の質疑を通じて、この盛土規制法の実効性を担保することに加え、盛土の問題の背景に横たわるさまざまな原因について明らかにし、その解決策を提案してまいりたいと思います。私の選挙区千葉県第11区は東京から車で約1時間とアクセスがよく、広大な海に囲まれ自然豊かな地域です。その一方で、産業廃棄物の不法投棄の問題に悩まされている地域の一つでもあります。今回はインターネットを通じて、日本全国からヒアリングを行い、たくさんのご意見を頂戴いたしました。地域の声と合わせて質疑に臨んでまいりたいと思います。今回の法案では、自治体に盛土の規制という新たな職務が課せられたということです。しかも市町村をはじめ、地方自治体の職員は全国的に減少の傾向が続いております。お配りした資料1、地方公共団体の総職員数の推移をご覧ください。新たな職務を課す以上は、財政支援をすることが大前提だと思います。まずはじめに、自治体への支援策についての質問です。法案では、第52条に、都道府県に対する必要な助言、情報の提供、その他の援助を行うよう努めなければならないとされています。具体的にどのような支援を行うのか、斉藤大臣にお伺いいたします。委員長。斉藤国土交通大臣。本法案の施行により、地方公共団体においては、基礎調査や区域指定、それから許可の審査、危険な盛り土に対する改善命令、それから行政代執行、これらの仕事をお願いすることになります。これらの事務を行うにあたってのノウハウの獲得や、人員、予算の確保などの対応が必要になると考えております。このため、国としては、基礎調査や盛り土の許可にあたり参考となるガイドライン、それから不法な盛り土への対応方法や、危険な盛り土の調査、対策工事の方法をまとめたガイドラインなどを示し、必要に応じて助言を行うこととしております。さらに、基礎調査に必要な経費に対する補助や、地方整備局等からの職員派遣による個別サポートなどを通じ、地方公共団体が円滑に事務を行えるよう、きめ細かく支援を行ってまいりたいと思っております。田谷亮君。はい、大臣、ありがとうございます。緊急を要する問題ですので、国交省としてしっかりと人材の派遣、その他サポート体制、よろしくお願いを申し上げます。次にですね、この法案の実効性を確保するためには、中間検査や、官僚検査をはじめ、土木に関する専門知識を持った職員が必須となります。資料2をご覧ください。日経グローカルの不足している専門職についてついての調査の上位に、建築土木関係が挙げられております。必要な職員は質量ともにどのように確保されるのでしょうか。また土木に関する専門家を第三者機関から派遣してもらい、自治体職員と一緒に検査する体制などは想定されているのでしょうか。斉藤大臣に再びお伺いいたします。斉藤国土交通大臣。本法案に基づく許可権者である都道府県等は、これまでも宅造法や森林法等の開発許可を行っていることから、一定の専門知識を持つ職員を有するものと考えておりますが、本法案の施行により、専門的な事務が増えますので、専門知識を持った職員の確保は重要な課題であると認識しております。そのため、国としては、地方公共団体が行う調査を財政支援することにより、コンサルタント等の専門家の活用を支援するとともに、各地方整備局等に新たに配置する職員の派遣等による個別的なサポートをすることによって、体制の不十分な地方公共団体を支援していきたいと思っております。また併せて、盛土の許可の審査業務の参考となる技術基準等に関するガイドライン、それから規制区域の指定や既存盛土の把握
調査を行う基礎調査の実施方法を整理したガイドライン等を示しまして、ノウハウに不足する地方公共団体を支援してまいりたいと思っております。高谷亮君。はい、大臣ありがとうございます。資料2にもありますように、建設土木関係の専門職員が不足しているとの調査結果も出ております。人材はすぐには育ちません。中長期を見据え、外部のコンサルタントに依存しすぎて、自前の職員が育たないというような事態が起きないよう、しっかりと取り組みをよろしくお願いいたします。自治体が危険な箇所にある盛土への対応として、行政代執行を躊躇なく行うということが、法律の実行を担保するために必要であると考えます。第20条6項に、都道府県知事は、全項の規定により同項の災害防止措置の全部または一部を講じたときは、当該災害防止措置に要した費用について、事務省令で定めたところにより、当該工事等または土地所有者等に負担させることができるとあります。費用を国が自治体に全額支援し、国が土地所有者に請求して、徴収するような財政的支援の枠組みが必要だと考えますが、斉藤大臣のご見解をお伺いします。委員長。斉藤国土交通大臣。地方公共団体が行政代執行により危険な盛土に対し災害防止措置を講ずるにあたり、その費用を懸念して実行を躊躇するケースも考えられると認識しております。このため国としては、躊躇なく実行していただくためには、総点検の対象となった盛土について、地方公共団体が盛土の撤去等を行政代執行等で実施する場合に、それに要した費用の一部を今年度の予算より財政支援することとしております。また不法な盛土への対策は地域の安全確保に資する事業であり、一定の地方負担の下で行うことも想定しております。高谷亮君。はい、ありがとうございます。財政面の制約から自治体が必要な措置を取ることを躊躇しないよう、しっかりとした枠組みが必要だと思います。社会資本整備交付金、と同じように、自治体に財政力に応じた、財政支援をお願いしたいと思います。社会資本整備交付金というのは、自治体の財政力が弱いと、55% でも 60% 超えるということもあるようなので、そういった制度、また利用できないか、転用できないか、要望いたします。次に、反社会的勢力への対策のための警察との連携、監視体制の強化のための関係機関の連携について質問いたします。資料4をご覧ください。現状の盛土でも産業廃棄物が混じった土砂が、違法に捨てられるケースが多く、その背後には反社会的勢力が介在しているかのような、新聞記事がございます。万が一そのようなケースに、国はどのように対応するのか、斉藤大臣にお伺いします。委員長。斉藤国土交通大臣。反社会的勢力である暴力団の排除については、都道府県等が造成主の信用要件の審査の中で、必要に応じて都道府県警に暴力団情報を照会し、提供を受けることができる仕組みとすることについて検討していきたいと思っております。また、工事施工者の能力の審査時に、建設業許可証の提出を求めますが、建設業法の結核事由として、暴力団員および暴力団員で亡くなった日から5年を経過しないものであることが規定されているため、暴力団関係者が工事施工者となることはございません。高谷亮君。はい、ありがとうございます。情報の共有ですね、警察からの県に対する、大事だと思いますので、お願いします。毅然とした対応、こういったものが大事になるのかなと、そういうふうに思っております。次に、違法な産業廃棄物の処理に対して、警察と自治体をはじめとする関係機関との連携体制はどうなっているか、今、情報を積極的にという話も大臣の方からありましたけれども、その辺を環境省にまずお伺いしたいと思います。土井環境再生資源循環局次長。
都道府県政令市におきまして産業廃棄物担当部局および警察など関係機関が連携いたしましてパトロールなどの監視活動住民からの通報への対応ということに取り組んでおります。また都道府県政令市の産業廃棄物不法投棄監視指導担当職員は年々増加の傾向にございましてそのうち約3割が警察からの出向者および OB だということでございまして人的交流の面でも連携が進んでいるというふうに承知しております。高谷亮君。はい、ありがとうございます。まあ、参拝については、警察との連携がしっかりと、取れているということが確認が取れました。ありがとうございます。環境省から答弁いただきましたが今回の法案の成立により盛り土の規制について警察と自治体をはじめとする関係機関との連携体制はどのようになっているか、改めて、お伺いをいたします。加藤国土交通大臣政務官。ご質問にお答えを申し上げます。不法盛り土については地方公共団体における盛り土担当部局だけではなく廃棄物の不法投棄対策を行う廃棄物担当部局や不法取り締まりを行う警察等の関係部局等と緊密に連携して対応することが重要だと認識しております。このため各部局のパトロールにおいて不法盛り土を発見した際の情報共有関係部局による連絡会議の定期的な開催盛土担当部局と廃棄物担当部局や警察等の関係部局の間での人事交流、こういったことの実施について関係省庁と連携して通知を発出するなどして地方公共団体における連携体制の構築を促してまいります。また例えば各地方整備局に配置する職員を派遣するなどして個別的なサポートも行うことによって関係機関の促進関係機関の連携を促進してまいります。高谷亮君。はい、ありがとうございます。この法律の実効性を高めるために警察との連携、必須条件だと考えます。しっかりと連携が取れるようお願いを申し上げます。それから監視体制を強化するためにパトロールや情報収集などで環境や農林分野等の他の部署との連携、協力、こういったものも必要になろうかと思います。具体的に想定している体制についてお伺いをいたします。加藤国土交通大臣政務官。規制の実施体制の確保のため地方公共団体では廃棄物処理法や森林法など関連する法令のを所管する部局との役割分担やそれら関係部局との連携体制を確保する必要があると認識しております。具体的には産業廃棄物処理の担当部局が行うパトロールにおいて盛土に関する情報についても情報共有をし行政使用や是正措置命令を一体的に行うことが想定されます。また市町村が森林法に基づく伐採造林届を受理するにあたっては盛土行為に関する許可の状況を確認するなど盛土行為の許可制度と一体的に運用をしてまいります。さらに不法盛土等の対応をまとめたガイドラインによりまして密接な連携体制の確保についても示していくことによりまして体制整備をより一層促してまいります。高谷亮君。はい、ありがとうございます。静岡県では土木や林業の専門職員警察からの出向職員など合わせて13人からなる盛土対策課がこの4月1日より新設されたとのことです。関係機関の間で横の連携が取れるようそういう体制を作りをお願いを申し上げます。また盛土による災害の防止に関する検討会ではパトロールについて抜き打ちによる確認の重要性が述べられておりました。24条と43条には立ち入り検査について必要な限度においてその職員に当該土地に立ち入り当該土地または当該土地において行われている宅地造成等に関する工事の状況を宅地において行われている宅地造成に関する工事の状況を検査させることができるちょっと長ったらしいですけどねとの規定があります。抜き打ちの立ち入りや
パトロールは可能となるのかお伺いをいたします。加藤国土交通大臣政務官。はい、委員ご指摘のとおり、許可を受けた盛り土が適正に行われていることを確認するためには、その現場をパトロールすることが効果的であると認識をしてございます。本法案では都道府県等は法の施行のために必要な場合に立ち入り検査をすることが可能となっておりまして、通報のあった情報や関係部局と共有した情報をもとに、この立ち入り検査権限を行使をし、抜き打ちで検査を行うことも効果的であると考えられます。このようなパトロールの実施方法につきましても、ガイドラインでお示しをいたしまして、効果的なパトロールを促進してまいります。田谷亮君。はい、抜き打ちの調査は有効だと思いますので、まあ、人員、予算面でも自治体への支援をよろしくお願いいたします。次にですね、インターネットのヒアリングでは、調査の際に地中用の、レーダー探査システムを活用してはどうかとご意見をいただきました。完了検査などで、地中のレーダーを活用することで、廃棄物の混入などを発見でき、悪質な業者への抑止効果も期待できると思いますけれども、実現に向けて見解をお伺いいたします。加藤国土交通大臣政務官。お答え申し上げます。既存の盛り土の安全性の把握調査につきましては、地中用レーダー探査システムの活用など効率的で効果的な調査手法の導入も考えられます。また地方公共団体が基礎調査を行うにあたって、ご指摘の地中用レーダー探査システムを活用する場合も財政支援の対象となっております。田谷亮君。はい、レーダーは大変有効だと思いますので、ぜひ導入して有効活用していただけるよう要望をいたします。盛り土の規制に関して、立ち入りやパトロール時など自治体職員をはじめ関係者の安全確保のため、国交省と警察庁との連携をしっかりと図っていただきたいと思いますが、警察庁の見解をお伺いします。住友長官官房審議官。お答え申し上げます。さまざまな場面で行われているこの行政の立ち入りですとかパトロール等に対する警察の対応について、これは一概にお答えすることは困難ではありますけれども、一般論として申し上げれば、行政職員に対して威圧的な要求や暴力の行使等が予想される場合には、行政職員の立ち入り等の際に警察が同行するなどしてトラブル防止を図っているものと承知をしております。盛り土の規制に関しましても、今議員のご懸念の点につきましてもですね、自治体や関係機関等と連携して適切に対応するように、警察庁としても国土交通省と関係機関と緊密に連携をしつつ、引き続き都道府県警察を指導してまいります。田谷亮君。はい、ありがとうございます。自治体職員との立ち入りやパトロールなどで危険性を感じたときに、自治体から要請し警察が同行できる体制をぜひ作ってください。また警察が持っている反社会的な団体の情報の提供もお願いします。警察庁から都道府県への周知をぜひお願いいたします。それから森林における違法な盛り土を見逃さないよう、これまで不十分だと思われる、森林の適切な管理が必要と認識をいたしますが、林野庁のご見解をお伺いいたします。小坂森林整備部長。お答えいたします。森林法におきましては、水源環境など公益的機能の発揮、特に要請される森林につきまして保安林に指定し、流木の伐採、土地の形質変更等を規制しております。また保安林以外の森林につきましても、1ヘクタールを超える開発を行う場合は都道府県知事の許可制度としているほか、それ以下の伐採行為につきましても市町村へ届出をすることを義務付けしております。こうした仕組みによりまして、森林の開発や伐採が適切に行われるよう指導等を行っているところでございます。農林水産省としましては、
こうした森林法に基づく森林の保全等のための各制度を本法案に基づく許可制度と一体的に運用することにより盛り土規制の実効性を高めてまいりたいと考えているところでございます。高谷亮君。はい、ありがとうございます。盛り土の規制だけじゃなく、まあ、荒れ放題の山林も多いので、まあ、適正な管理をお願いをいたします。次に、有料な事業者の育成支援についてお伺いいたします。まあ、今回の法案について、強権を発動するばかりでは、まあ、反社会的勢力に近い事業者は地下に潜ってしまいます。コンプライアンスに即したインセンティブを与えることで、まあ、有料な事業者を育成し、悪質な業者が淘汰されていくようにすべきと考えます。産業廃棄物処理法では有料産廃処理業者認定制度が運用されているとのことですが、まあ、制度の概要を環境省に、簡潔にお願いをいたします。ご説明ください。土井環境再生資源循環局次長。お答えいたします。廃棄物処理法の有料認定制度は事業者の透明性や財務の健全性等の観点から優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を都道府県、政令市が認定をいたします。通常5年の業許可の有効期限を7年にするなどの特例を付与しているという制度でございます。高谷亮君。はい、ありがとうございます。ただいまの答弁の内容が資料5の1と5の2になります。さまざまな、まあ、優遇策が取られており、有料な事業者の育成につながっているのではと思いますが、今回の法案でも、まあ、この有料産廃処理業者認定制度と同じような、まあ認定制度の導入が検討されているか、斉藤大臣にお伺いをいたします。委員長。斉藤国土交通大臣。ただいま産業廃棄物処理業者の認定制度についてお尋ねが環境省の方にあったわけでございますが、まあ、産業廃棄物の場合は業態としてしっかりとしたその確立をしているという場合でございます。まあ、今回の法案の規制対象である盛り土や土石の堆積につきましては、その行為者や目的などが多種多様でございまして、一つの業態として類型化することが非常に困難だと、このように現時点では認識しております。まあ、このため産業廃棄物処理業者の認定制度と同様の制度を今回の法制度で導入することについては現時点では難しいと考えております。高谷亮君。はい、ありがとうございます。まあ、でも大臣、有料業者の認定は、まあ、実現すべき制度だと私は思います。まあ、ぜひ前向きにこれから取り組んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。要望です。次にですね、建設現場から発生する建設残土のリサイクル技術の確立育成支援について、お伺いをいたします。先日この国土交通委員会で配布された資料では、平成30年度には5873万リューベ、東京ドームおよそ47個分もの建設残土が再利用されずに、内陸受け入れ地に分類されている箇所に、搬出されたとのことです。まあ、このような再利用されずに搬出される残土の量を減らすことが、盛り土の問題の解決に大変重要です。まあ、そこで建設工事に伴い発生する土砂やコンクリート、アスファルト、木材、汚泥などの建設発生土、いわゆる建設残土のリサイクルはどの程度進んでいるか、また今後の数値目標や、現状の課題は何かについてお伺いをいたします。加藤国土交通大臣政務官。お答えいたします。建設発生土は資源有効利用促進法において再生すべき資源として位置づけられております。特に公共工事の建設現場から発生する建設発生土については、公共工事の発注者が同一現場内で有効利用するなど可能な限り発生抑制に努めるとともに、工事間での有効利用等についても対応するべきものと考えてございます。
平成30年度の調査におきましては、同一現場内や他の工事等で有効利用された建設発生土の割合は 79.8% となっておりまして、相当程度進んでおりますが、今後はこの割合を少しでも向上させることが目標となっております。今後は建設発生土の有効利用の促進にあたっては、同一現場内で有効利用する取り組みや、各工事における需要と供給の情報共有を情報を共有する取り組みを、マッチングでありますね、進めることが重要であると考えております。田谷亮君。はい、ありがとうございます。小規模の市町村は、お金やノウハウの面で、実施率を上げるのは大変だと思います。小規模の市町村向けのガイドラインの策定や、財政的支援をお願いをいたします。次に再生土の利活用について、一部の再生土には有害物質を含んだ粗悪因が見られ、環境破壊を引き起こす事例が発生しております。酸性土の利用についての見解と、品質の確保の取り組みについて、斉藤大臣にお伺いをいたします。斉藤国土交通大臣。いわゆる建設発生土の現場内での利用や工事間での利用にあたり、必要に応じて土質を調整した改良土を使用することは、建設発生土の有効利用の促進の観点から重要と考えております。国土交通省においては、直轄工事における建設発生土の利用に関し、土に含まれている水分量や粒の大きさなど、土質特性に応じた区分や、道路用の盛り土、土地の造成など、おのおのの利用の用途、これらに応じた土質の基準を定めており、これを地方公共団体にも周知しております。この基準を活用することにより、建設発生土の適正な再生利用、促進を図っているところでございます。高谷亮君。はい、大臣、ありがとうございます。しっかりと品質を確保して、粗悪因が出回らないような仕組み作りをお願いをいたします。建設残土のリサイクルを進めるためには、金銭面での補助制度や税制面での優遇措置など、土質改良プラント事業者への財政的な支援が有効と思いますが、支援策の現状と今後の取り組みについてお伺いをいたします。委員長。斉藤国土交通大臣。建設発生土のリサイクルを進めることは重要なことと考えております。公共工事から発生する建設発生土については、公共工事の場合は、発注者が同一現場内で有効利用するなど、可能な限り発生抑制に努めるとともに、工事間での有効利用などを進めることが重要でございます。建設発生土の有効利用を進めるにあたっては、土質を改良することで、さらなる有効利用が広がる可能性があります。このため、現場内で土質を改良し、有効利用する場合のほか、プラントを備えたストックヤードを運営する事業者が、有償で引き取り、土質を改良した後、他の工事に納入する場合もあると承知しております。国土交通省としては、公共工事において、建設発生土をストックヤードへ搬出する場合には、搬出先を発注段階で指定する指定利用等の取り組みを徹底していくとともに、ストックヤードへの運搬費や受け入れ費用など、建設発生土の適正処理にかかる費用をきちんと計上し、適切な費用負担を行うよう、関係省庁とともに取り組んでまいります。こうした取り組みにより、土質改良プラント事業者においても、適切に事業を実施できる環境が整えられていくものと考えております。田谷亮君。はい、大臣、ありがとうございます。財政的な支援、しっかりと、よろしくお願いいたします。以上のように、この盛土規制法は、関係する各省庁や自治体、民間事業者の垣根を越えて、横断的な幅広い取り組みが求められます。財源も人材も必要です。そのような措置をしなければ、法律の実効性、それが担保されないと思います。必要な予算をしっかり確保できますでしょうか。大臣、お約束いただけないでしょうか。委員長。斉藤国土交通大臣。危険な盛土は、行為者等による是正措置がまず基本となるということでございますが、国では令和3年度の補正予算において、盛土の総点検で確認された
人家等に被害を及ぼす恐れのある盛り土について、地方公共団体が行う安全性把握のための詳細調査や応急対策工事を支援しております。また、令和4年度の予算においては、詳細調査や応急対策工事に加え、地方公共団体が実施する盛り土の撤去や擁壁の設置等の抜本的な危険箇所対策を支援することとしております。必要な予算を確保の上、交付金による国費の柔軟な対応により、引き続き地方公共団体をしっかりと支援していきたいと思っております。高谷委員。はい、大臣、ありがとうございます。この法案は、実効性を高めるのが肝要だと思います。危険な災害から国民をぜひ大臣、大臣の力でお守りください。お願いします。最後に質問ですが、最後に、日本維新の会の対案についてお待たせしました。日頃から令和新選組や野党に厳しく指摘をされている足立議員にお伺いをいたします。維新の会の対案には共感できるものがあるんですけれども、日頃足立議員に厳しく指摘されている野党議員の中には、足立議員が出すから嫌だと、反対だという声が私の耳にもちらほら入ってまいります。ぜひ足立議員におかれましては、態度を改める というか、無駄な話をしないというか、変なことを言わない、その辺をですね、野党の方々もそういうことをやっていただければ、野党の方々も、もしかしたらですよ、可能性は低いかもしれないですけれども、法案に賛成をしてくれる可能性が高まるんじゃないかと、私は思っております。そこで足立議員にお伺いをします。野党に日頃厳しくしているように、与党案の内容に対して、厳しい指摘とご見解、それをお聞きしたいのと、足立議員の賛成を得るための、決意、強い決意を お聞かせください。中央提出者、足立康君。はい、高谷先生、ご質問ありがとうございます。私もですね、いろんな野党の方とお付き合いしてますが、令和の中にもですね、こんな素晴らしい先生がいらっしゃるんだなということで、改めて認識を、新たにしているところであります。いろいろ今ご指摘いただきましたが、私も国会に上がらせていただいてからもう10年近く、10年になりますが、やっぱり初期の頃はですね、いろいろ言いたいことを言ってまして、皆様から懲罰動議を6回いただきましたが、もうね、この4年、このちょうどこの4年、4年前の2月を最後に懲罰動議が出なくなったんですね。で、これはやっぱり私の日々の努力の成果ということでありまして、与党、野党を超えてですね、特に国土交通委員会の皆様にはですね、近しくご指導いただいている方も多いですから、これからもしっかり努力をしていきたいと思いますし、令和新選組さんについてはですね、ぜひ私と田谷先生がパイプとなって、ね、パイプとなって、先日も実はちょっとね、ご一緒、他の会合でご一緒しましたが、素晴らしい方でありますので、またこの法案、ご説明に行きますんで、令和、先日、高橋千鶴子さんに呼んでいただいてね。足立議員君、申し合わせの時間が経過しておりますので、ご協力願います。ということで、与党に厳しい話をせえということですが、やっぱり一歩前進ですが、やっぱり限界がある、限界がある理由はですね、やっぱり業界の構造とか、いろんな党との関係とかいろいろございますんで、ここはですね、やっぱり私も、与党にも厳しく、是々非々で、野党にも是々非々でこれからも頑張りますので、ぜひ田谷さん、ホットラインでご指導たまりますよう、よろしくお願いします。ありがとうございます。田谷亮君。はい、足立議員、ありがとうございます。やっぱりこうやって時間が長くこと、やっぱ長くなる答弁、
これがやっぱり無駄なことだと思います、ね、そもそも治ってない反省がないと思います。もうちょっと、まあ、立民さんにも我々令和にも共産党さんにも、はい、ちょっと温かい言葉でしっかりと接していただければ、はい、もっとスムーズにいろんなことが進むんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございました、足立議員グッドラック時間が参りましたので終わりにします。ありがとうございます。次に